交通系電子マネー各種対応してるんだ。はい、入場。まあ漢字から言ったら送迎分かんなかったけど、よく分かんなかったけど、多分途中になんかあったんでしょう。ね、早山トンネルの上だ、沼引き、滝見台、一応あの先行って、多分あの多分見えとったのが滝見台なんでしょう。あれ観光地と呼ぶにはあれですけど、 3.1 キロ本当に、いや途中にあったなんか滝がきっと滝見台だったん でしょう、うん、で三角点7キロだから、多分最後のところが三角点、あそこ三角点ってことにしましょう、うん、ね、正しいところはね、あのぜひ、また教えていただければ幸いでございます。駅の事務所こんなところにあるんだ、へえ、あってことは一応友人なんだここ、へえ、知らんかった。面白いですよね、この後ろ側に貼ってあったりとかね、駅名標がこんな階段の真上になったりしますからね。電車が参ります、危険ですから黄色い線までお下がりください。ということで電車を見送って、こんにちは、山城と申します。ここから一つシリーズくぐっていると思いますけどね、ここはどこにおるかというと、三重県津市のですね、一色所長になるはずです、河合高岡駅というところにやってきました。なんでこんな、伊勢中間の一つ横ですね、このとこから何をやろうかというとですね、今あのあれです、東青山行ってきたシリーズの帰りなんですけどね、ついでにね、何をやちょっとね、もう一企画やってね、帰ろうかというわけでございます。で ね河合高岡駅でおいてね、何をするんやっていうとですね、駅間散歩ですね。あ、なんや伊勢中川まで歩くんかいって思うかもしれませんけど、もうね、前回のね、あの先に撮ってる動画の方でね、もう歩き疲れてますんで、そんなに歩きません。ね、実はこのすぐ近くに、最寄り駅が別であるんですよ。それどこかというと JR の一色駅です。どこや、思われる方もいるかもしれませんけど、うちの動画でも一回ちらっと撮ってるんですけどね、あの名刺温泉、あの幻の、赤字路線で有名な超ローカル路線ですけど、名刺温泉の実は一色駅っていうのがこの河合高岡駅からすぐ近くなんですよ。ここも一色ですからね。そうそう、ということで、じゃあせっかくだから歩いてね、ちょっとだけですけどね、名勝線乗って名勝線のね、売り上げにも貢献しようやないかという魂胆でございますね。さあ、なんて言いとったらコミュニティバスかな、あれは参考バスか、行ってますけど、それ反対側も電車が来て、で今度は乙途中ですね、これは伊勢行きかな、鳥羽行きですね。おお、はいね、うわー、3人か4両編成なんや。今に残るあれですね、もう今ですか、最高山になるのかな、3人かは。あ、ビスタカーのが古いか、ですけど、まあかなりオールな車両が行ったところで、さ、定期券利用の人が多そうね。さあ、300円ね。もう300円で、これだけ快適に利用できるんだと全然ありですよ。今ね、この110円ね、東青山から西青山、110円を適量とした結果ね、とんでもない目に遭いましたからね。それはぜひね、そっちの東青山の、駅間散歩でタイトル上げてると思いますけどね。あっちで見ていただければと思いますけどね、東青山から西青山なんて歩くもんじゃねえ、
ね、よくわかりました。てか歩けね。うん。はい、よくわかりましたよ。ということでね、一色町の、これは一色町のエリアですね。うん。あ、ごめん、一色じゃない。一市。ずっと一色って呼んでたけど、これ一市です。ね。一市。で、こんな感じです。河井田高架駅から一市駅。めっちゃちくちゃ近いんですよ。もう通り挟んですぐなんです。ですのでね、ちょっと大きくしたらこんな感じですけど。まあせっかくなんでね、ちょっと道中見るほどもないかな。メインはね、こっち。ちょっと行ったところら辺とかに、いろいろとあるはずなんで。で、せっかくなんでね、こっちの方行ってみようと思います。駅のなんもないな。どこって行ったらいいんだっけな。こっちか。もうこの通り行ったらいいはずなんで。よいしょ。多分この通りでいいと思うんやけどね。今回の楽。でも山道を14キロ近く歩きましたからね、体力は何も残っておりません。ここら辺は一市が配ってんだ。土中央じゃないんだね。一市局で集配やってんだね。で、あ、牛トラね、ありますよと。一市の牛トラもありますし、もう行っとるうちに、あれ、こっちじゃなかったっけな。駅の案内も何もないけど、結構もう近くのはずなんだけどな。あ、これだ。なんかある。なんか書いてある。名勝線利用者駐車場ってなってるな。こっちに名勝線用の駐車場があるんだ。これか。一市駅あった。庁舎の駐車場が名勝線の利用者駐車場も兼ねてるんだ。便利ですね。ここの黄色い区画。あ、結構利用されてる方もいるみたいですね。無料で止めれるんだね。便利ですね。で、駅は？で、ここが駅なんかと思ったら、あれ？駅ではないのか。え？あ、駅そっちなんだ。ああ。あ、駐車場ってなってるから駅前なのかと思ったら、特に駅前でもないんだ。ちょっと離れてんだ。あっさりしてるし、今回の駅塚散歩ね。さすがにこれだともうね問題ないと思いますし、いい？これぐらいの動画曲げとこうか。まあせっかくだからちょっと一市の街もぶらっと見てみましょうか。時間はどうかなんですよ。要は名勝線はね、本当にさすがに一本逃すと痛いですからね。ちょっと時間を見ときましょう。いいですよね、この、のどかな感じ。もう、キングオブ名勝線ですからね。ね、名勝線、さすがなのは、これ駅の構内ですけど、何の信号とかもないでしょう。ね、それもそれで、名勝線は、
タフ閉塞なんですよね。うん。で、この先か、胃液でスタッフ交換を行うような形で、表現閉塞。そっから先が表現閉塞なのか。ここは表現閉塞になっとって、その先、胃液液っていうところから、スタッフ閉塞になっとってっていう。本当、もう、昔は全国あちこちであったやつですけど、今やもう、本当全国でも数えるほどしかない、システムのところですね。いや、これだと大量にね、ATS とかみたいな感じで、その、電子制御してるわけではないので、大量に電車を走らせたりすることはできないんですけど、まあ、そんな大量に電車を走らせることもないで、これでええやろと、ね、いう感じでやってるみたいですけどね。嘘、鳴ったよ。あれ？列車来た。あ、嘘、列車来た。めっちゃ裏から入っちゃったけど。あれ？あ、来た。来た。嘘。そんなうまいこと来るんだ。前乗り。前乗りでしたっけ。